センターと、なんか、インターネットを見ると、しまなみサイクリングオアシスというのの波方に、波方のこの交流センターに、はいはい、ここで集合して、で、午後、午後というか、このスマートフィットする。糸山のところに、このサンライズ糸山というのが、はい、僕でご飯を食べて、あ、はい、で、ダウンウィンターの今治北、まあ、1回目の現地見学会とかで、僕は晴れ男だと思ってたんですが、申し訳ない、まあ、なんとか持つんじゃない、この程度で済むかなと思うんですが、ね、まあ、よろしくお願いします。トイレ休憩。はい。これは来島ドックになるかい。ああ、そう。うん、確かほぼだと思うんだよ。住友のグループですね。そう、顧問からですね。名前が住みついとったからね。大変な暴挙ですよ。今日の新聞にも中国なんかはもう人権弁護士全部捕まえとったね。そうだそうだ。日曜日。ああそうか。日曜日だもんね。
ね、そういう思いまずは。なんとかここになるわけだね。はい。対岸の一番手前の島、これが馬島で、馬島の方に、左の方に風が向かいます。あそこが頂上かな。こんな感じです。はい、ああいい眺めだ。ああいいや。ありますけど、いつも。よう寝るぞ。よいしょ。場所としては最高ですよね。それでね、そのこうあの瀬戸内海でクジラが大阪湾とかあの骨が出てきるんですよ、化石とか。それからあの大体研究者が行く人の山口県のあの辺りですね、あそこがクジラの産卵場所だったと。 それをあの国立公園を選ぶ時にもうあれですね、学者が。教えてくれた竹吉さんは一番褒めてくれて、その頃から村上という村上という言われたり別市の事業所長の時にね、僕も入るからちょっと待って。集団がありました。彼らは当時人や物を運ぶ重要な海の道だった瀬戸内海を支配し、陸の人々から海賊と呼ばれていたといいます。彼らは村上の姓を名乗る芸陽諸島の来島、能島、因島の3島に拠点を置きます。その中で最も独立した生き様を見せたのは能島村上水軍でした。彼らの物語は
あまり日本の歴史の表舞台に上がることはありませんでした。しかし陸の大名たちとは違った生き方を貫き、ある時は陸の歴史を左右するほどの活躍を見せた海賊能島村上氏の足跡をたどる時、そこにはこれまで日本の歴史として語られてこなかった海の歴史がよみがえってくるのです。大島の海岸から300メートルの沖合に浮かぶ能島。この能島は大島本島に本拠地を置いていた能島村上氏の代表的な海城として知られ、国の史跡に指定されています。島の周囲の岩礁に残る遺構は陸の城とは大きく異なる海城としての特殊性を物語っています。ピットと呼ばれる岩礁に残された柱穴、こうした柱の跡からこの能島の海岸に築かれていた建築物の姿を推し量ることができます。島の周囲に巡らされていた俗に武者走りとも呼ばれる通路の跡、長く波に洗われながらも今もはっきりとその面影を見ることができます。能島は陸の城とは全く異なった特徴を持った海城だったのです。陸地があってほぼその岬といいますかね、四股の神のところにあって、みんな小島ですね。だけどその周囲に非常にその早い潮流なんかに現れておって、そういう自然のその防備性はあるわけですね。海城の正体というのは考古学的にはまだほとんど分かってないです。わずかにその裾の岩礁のところをね手につけたらという状態ですね。ところが能島ということになれば、まあ能島は村上氏の本拠地だとこういうことになってますよね。そしてまあ一応外から見る限りは、まあ、本丸があって二の丸があって三の丸があって手風呂場もあるということで一応外見的には整っております。先般そのこの能島に関わらるね陸地部でその甲賀屋敷と、まあ、行ってるところでね、その能島と同時代ぐらいの河原なんかはできてますからね。この陸地側の施設の内容も分かればそれが連動してですね広く活動しておった能島の村上氏の、まあ、本拠のあり方というか基地がね見えてくるんじゃないでしょうかね。瀬戸内の海を支配した海賊たち、彼らの日常の活動、それはどのようなものだったのでしょうか。博多島と大島の間に浮かぶ能島は瀬戸内海の中央部を東西に走る沖ノリと呼ばれる航路の要所にあります。能島城は瀬戸内海の最短ルートを睨む海の関所としての役割を持っていました。箇所記と呼ばれる能島村上氏の出した通行許可書、この旗を持つ船は安全に瀬戸内海を航行することができたため、東は紀伊水道、西は北部九州までの航行者たちがこの旗を欲しがったことが明らかになってきました。当時の日本について多くの記述を残している宣教師ルイス・フロイスも
大島殿からこの旗を授けられて瀬戸内海を安全に通行したことを書き残しています。海賊たちの活動範囲の広さを物語る遺物も能島周辺からは数多く出土します。日賀島から出土した大量の陶磁器、これら中国、朝鮮、東南アジアなどの陶磁器は彼らの活動が瀬戸内海から広く東アジアと関係していたことを物語っています。村上武雄氏の時代ということでお話ししますと、まず、現在の、宮古大町ですね、能島に本拠がありまして、その他に、重要な拠点が、まあ、いくつかあったわけです。堺から坊津、まあ、堺というのは大阪の堺ですね。それから、薩摩の坊津と、その範囲の、まあ、海域航路を能島州が、何らかの影響を与えていたということが言えるかと思うんですね。拠点というのは、主な航路をですね、掌握しているところにあるわけですよ。でそこを通る船から、まあ、言ってみれば通行料というものを赤線という形でですね、取っていた、強制的に取っていたわけですね。そういう、まあ、いろんな方面の活動から能島州の財政基盤がなっていたということが言えるかと思うんです。戦国期、陸の覇権争いはこの穏やかな瀬戸内の海にもただならぬ影響を及ぼすようになっていました。陸の大名たちは海賊村上氏のひるみのない海上での戦闘力をこぞって味方につけようとしたのです。天文24年、西暦1555年、毛利氏が陶江春方を滅ぼした厳島の戦い。この戦いの前、毛利氏は村上氏に協力を依頼しましたが、村上氏は合戦直前まで態度を明らかにしませんでした。能島村上氏の参戦については諸説ありますが、来島村上氏は参戦したと考えられています。さらに天正4年、西暦1573年には毛利輝元の依頼によって織田信長に反抗して石山本願寺に立てこもった一向宗徒に向けて救援物資を送るために大船団を構成して大阪へと向かっています。この時彼らは信長という強大な敵に対し一歩も引くことなく敵の水軍を撃破しました。記録によれば村上水軍はこの時崩落飛矢という独自の兵器を用い敵の軍船を焼き払ったといいます。海の上ではほとんど無敵というほどの強さを誇った海賊能島村上氏、しかし次第に統一されて強大になっていった陸の大きな力には抗うことができなくなっていきました。天下統一を果たした豊臣秀吉は海賊禁止令を発布し海賊衆の解体を図ります。ここに瀬戸内の覇者として広く勢力を振るった能島村上水軍はその歴史の幕を下ろすこととなるのです。能島村上家の家来衆のうちに伝わる兵法書を参考にして日本独自の作戦政治戦法というのは展開して当時世界最強のバルチ艦隊に勝てる、そんな感じで見ております。はい、本日はどうもありがとうございます。ここまでください。ここ、はい、はい、どうぞ。終わりです。ありがとうございます。はい、これ立ってよろしい？あ、これ最初に死ぬやつじゃん、この顔。最初に海にポッチャーンと出ちゃう。何も出る。
のは銅掘るとこだけ、そういう仕事場いたらもう全国からいろんな人が来られよったんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、いつの時代に一番多かったかはようわからんけど、私ら知らんけん。